倉ラズ氏の21歳のこの無職の彼は起訴されることになりましたね。まさか起訴なんだって感じですね。まあ、こんなことで起訴かって。まあ、見せしめの側面が強いよね。まあ、書類送検までね、そのな、なるっていうのはわかるんだけど、不起訴だと思っていたんだよね。で、起訴なのかって。要は前科者になるってことですよね、彼は。まあ、おそらくま、あ略式起訴かなって思うんだよね。罰金で済むのかなって。まあ、あの、 刑務所に入るってことはないと思います。で、俺が思ったのはさ、このクラツシこそ起訴されろやって思うんだよね。これどういうことかっていうと、クラツシってさ、めちゃくちゃブラック企業でもうあの報道規制されてるんだけど、あの文春法ではもう出てるから、まあ知ってる人も多いと思うんだけど、ブラックすぎてあの店長があのガソリンを車にかけて昇進自殺してるんだよね。 まあそんなの氷山の一角でまあとにかくブラック企業なわけで法律を犯しまくってんのそれは民事の話なんだけどそっちはさあ,あの蓋されてるっておかしいよねだからくら寿司とかその寿司郎とかがさこういうふうにあのバカッターされるってのは因果応報なんだよあの要はさ代表があの悪いことをしてるから悪いことをされてるってだけのことででもこのメディアとこの 大企業なじゃないですかこの回転寿司チェーン店っていうのはあの癒着してあの報道を規制してるからその加害の部分はこのくら寿司とかねスシローの加害の部分はあの報道されずに被害だけ報道されてるっていう現実なんですよそれは分かってほしいなと思いますだから人死んでるんだよ、うん、そっちはもう殺人じゃんね、まあ、間接的なそっちの方がさこのペロペロにさ重大だと思うんだけどなぜかねその 社長とかさ責任者は起訴されてないってね、そっちこそ起訴しろやって俺は思うんですけどね。以上です。どうもありがとうございました。